The idea of any explosion in space by any Earth government was not acceptable to the extraterrestrials, and that has been demonstrated over and over. And what's the consequence? How is that different? I ran into him. He mentioned an incident which I later confirmed. A spacecraft went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth. And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. I am Lauren Ross Diedrichsen, Colonel, USA retired. I got a Bachelor of Science degree, and then the Air Force sent me to the Stanford Business School to study management, and then promptly assigned me to Washington, D.C., and I served in the Chief of Staff's office shortly for orientation, and then they put me into the U.S. Atomic Energy Commission, where I became responsible for maintaining the inventory of the accountability of the nuclear weapons stockpile and involved in the security and the, you might say, auditing the manufacturing facilities and the storage facilities for all the nuclear weapons in the U.S. America 空軍大佐ロス・デドリクソンの証言。私は AEC、 つまり原子力エネルギー委員会の議長と国防省の間の軍の連絡委員会の上級スタッフでした。私は陸軍だけではなく海軍、空軍、民間機関のほか CIA や国家安全機関、さらには私が開拓した他の機関の人たちとも知り合いになりました。そうした時代の間、私の職務の一つが核兵器の安全性をチェックするための全ての核兵器施設を訪問するチームに同行することでした。そういう中、核兵器の貯蔵場所やいくつかの製造施設の上に現れた UFO の報告を私たちは手に入れていました。そしてそういうことが連続的に続いていました。核兵器の上を飛ぶ UFO の飛行は大変深刻な問題として取り上げられていました。資料11を添付しますので、それを見てください。事実、そうした問題は目撃者が故意にそうした情報を流したりすると、あまりにも大きな政治問題あるいは外交問題を巻き込むことになりましたので、大変深刻な問題として取り上げられていたわけです。レーダーに UFO が捕捉されたようなほとんどのケースにおいては、航空機が UFO の飛行を妨害するためスクランブルがかけられました。それは私たちの政府からの攻撃的な反応ということになります。よく知られた事件としては1952年の7月の事件があります。その事件の時は私は光を放つディスクタイプのクラフトを見ました。その事件の後、フェルト海軍大将の下で核兵器実行計画の選択的指揮権のポストの責任者として連合司令官に就任しました。私は SAC 作戦の下、NORAD、つまり北米防空総司令部とも連絡を取り合いました。そして核兵器の使用に関する作戦計画にも携わりました。他にも2例、私は UFO と核兵器に関する事件について知っています。
二例のうち先の一例というのは1961年だったと思いますが、太平洋で核兵器を爆発させた時のことです。それは ET たちによって引き起こされたものですが、驚くべきものでした。なぜならその時数時間にわたってどんな場合も太平洋上で無線通信が途絶えてしまったからです。電離層にまで影響を与えたところから、外惑星人たちがその爆発実験に関心を持っていたことには間違いありません。事実 ET たちの宇宙船は磁場汚染が理由で航行が不可能になったからです。2つ目の事件は1970年代の終わりか1980年代の初めに起きたものです。その時私たちは核兵器を月まで運び、そこで科学的な測定のための爆発をさせるつもりでした。がこれは外惑星人にとっては受け入れがたいことでした。 ET たちはその武器が月へ到着する前に破壊してしまいました。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。繰り返します。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。繰り返します。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。Wikipedia English writes about the third eye as follows. The third eye is called the mind's eye or inner eye, is a mystical and esoteric concept of a speculative invisible eye which provides perception beyond ordinary sight.第三の目、またの名を心の目と言います。その第三の目を使えば普通の目では見えないものを見ることができるようになると言われています。その第三の目らしきものを持ったエイリアンが月の裏側で発見された巨大宇宙船の中から見つかりました。
広し林浜祭りジャパン。それでは皆さんを月の裏側のその巨大宇宙船が見つかったと思われる場所へ案内します。月の裏側ですね。そして大雑把な緯度経度が示してありましたので、それを手がかりに場所を特定してみることにしました。右上がアポロ20号計画で撮られた写真ということになります。で、このクレーターを手がかりにですね、場所を特定してみました。大雑把な座標の位置で大体の位置が分かっていましたので、あとはクレーターを頼りにしてこの座標、つまり緯度経度を決めました。ここにこのような宇宙船らしきもの、あるいは宇宙船と断言して良いものが見つかったというわけです。説明によればですね、この写真は6コマの写真から複合合成された想像図だそうです。で、その宇宙船の中からこのようなミイラと言って良いのでしょうか、女性らしき人物のミイラが見つかりました。いろいろ検証されていますが、私は額の上の丸いおできあるいは吹き出物のようなものに注目してみました。これは何かということですね。位置的には第三の目ということになるのではないでしょうか。最近になってこのような解像度の高いカラー写真が公開、あるいは公表、あるいは暴露、あるいはリークされるようになりました。以前からどこか東洋人らしい女性のミイラと言われています。そしてその額にこのような吹き出物といいますか、何か得体の知れないものがついているのがわかります。先ほど紹介した写真の額部分と比較してみてください。これはいわゆる神々が持っている第三の目ということになるのではないでしょうか。そうでないという方がですね、やはり難しいのではないでしょうか。頭の中でイエスかイエスでないのか、ノーかノーでないのかという4つの方向からの綱引きが始まります。そして私はこれは第三の目ではないかと判断しました。第三の目についてはインドはもちろんのこと、マヤ、アセカ、それから道教、そしてなんと日本の禅宗にもその概念が伝わってきています。第三の目を使えば普通の目では見ることができない別の世界を見ることができるというのです。つまり心の目、心眼ということになります。私たちが神々と呼ぶエイリアンたちはこの第三の目をこの顔の額の部分につけていた可能性は十分あります。あるいは十分そのように考えられます。そしてそのコンセプトは現代にまで広く伝えられています。なお中国の道教、そして日本の禅によればですね、目を閉じていてもこの
第三の目を使うことで宇宙の波動を感じることができるようになるというのです。瞑想しているときにその第三の目の訓練をするのだそうです。ウィキペディアは次のように説明しています。これはカンボジアのシバ神の像です。シバ神にも第三の目があったと言われています。第三の目は心の目もしくは内部の目と呼ばれているが、神秘主義や非義主義的な概念で見えないものを見る目を言う。それによって通常の目では見えないものを感知することができる。で、結論ということになりますが、私林浩司はこの女性をこの3年間2014年の11月からずっと探してきました。そうです、ネパールの女神クマリデイビーです。右下がクマリデイビー、ネパールの女神です。黒い髪の毛、第三の目、そして目尻に注意してください。長く伸びた目尻、長い目ということになります。月の裏側で見つかったミイラの女性はクマリだったのです。そしてそのクマリがネパールで女神として君臨していた。ビンゴです。クマリデイビー、あるいはクマリとも言われていますけども、ネパールに住む生きた女神ということになっています。密教女神バジラデイビー、つまりヒンドゥー教の女神ドゥルーガーが宿り、ネパールの王室の守護神である女神ということになります。国内から選ばれた満月生まれの仏教徒の少女が初潮を迎えるまでクマリとしての役割を果たすと言われています。第三の目を持ったクマリということになります。続く動画をどうかご覧になってください。3年前の動画です。Hello, this is Keimiya and Hiroshihayashi, Japan. Mystery of Kumari Devi. Is she Ishtar? Kumari Devi は Ishtar か。ネパールの女神ですね。それについて Keimiya さんよりこのようなメールが届きました。Kumari Devi。ですね、で特徴はですね、32の身体的な、まあ、って言いますか、条件が必要だというわけです。16番の40本の歯というのに注意しておいてください。これが今までにクマリデビに選ばれた少女たちです。で、イシュタールをもう一度調べてみます。イシュタール像は、シュメール、バビロニア、ペルシア周辺ですね、いわゆる、にたくさん残っています。豊穣の神、エンリル、エンキをですね、共通の祖父として持っています。女神中の女神といいますか、全世界を支配した女神です。で、似てるか似てないかですけども、どうなんでしょうか。
クマリはですね、イシュタールの面影を残しているかどうかですけども、似てるといえば似てるんですよね。この額の上のライン、それからの目がつり上がっているところね、わざとこう目をつり上げて、いるところですよね。いわゆるこの目がつり上がっているところは、日本の縄文土偶とも共通性を持っています。で、これが何かということなんですけども、まあ、目のようだと思います。目のようですよね。そこで調べてみました。ヒンズー教の神々です。女神です。やっぱりここに目が書いてありますね、これ。それから額にこう、ちょんと何か書く。赤い印をつける。ですよね。で、これはなんか真ん中に宝石を埋め込んであるかのように見えますし。で、これはシバ、シバですね。最高神です。妻の名前はパール・ワティ、ワティってんです、でしたかね。で、このシバ神の額には第三の目がついていると。で、この目が開いた時にみんな灰になってしまうと。で、邪悪と無知の破壊の目であると。まあ、そう破壊するわけですね。で、シュタール。で、もう一つを比べてみてください。となると、これはですね、まあ、シバ神の額の目と比較するなら、これはまさに、その目なんですね。そうしますと、これはパールマティかなというふうにも思います。ワティです、ごめんなさい。パールワティかなとも思います。そこで古代の神々をいろいろ調べてみたんですけども、それらしきものは、があるという神は、女神はいますけども、断定的に言える女神はいませんでした。私が調べた範囲ではですよ。ただ、ここに一人だけこの中央にね、頭の下に穴がある女神がいますので、どうかなと思いましたけども、まだ弱いですね。で、もう一度イシュタールを見てますと、このイシュタールと比較される、比較というか同じなのが縄文ヴィーナスですよね、日本の。そして、この縄文ヴィーナスなんですよ。東大元暮らしと言いますかね。縄文ヴィーナスの額に何かしら穴のようなものが開いてる感じがしますが、光線の加減でいろいろ調べてみたんですけども、よくわかりません。やっぱり現物を見ないことにはわかりませんね。で、この額に穴らしきものがあるわけです。で、これはもし穴であるとするならば目、そしてその手前のものは仮面ですね、明らかに。浮いてますから、お面をかぶっています。お面をかぶってヘルメットをかぶっている。その向こうに穴があるということですよね。そうするとこのヘルメットのところから何か光線のようなものを出してというところまで、まあね、想像力が働いてしまいますが。で、もう一度、まあ見て、まあ結論を言いますと、これが、まあ、イシュタール。そしてその右のある、この、この黒いのはですね、目、第三の目というか、ことになりますね。ミステリーはこのままにしておきます。このままにしておくということは、またこういった謎はですね、後でポンと解けるんですよね。ただ気になったのは、ケミヤさんが指摘なさってますように、40本の歯ってことになるわけです。まあ、40本の歯って言うと、歯が多いのはダヴィンチの歯も多いですけどもね。まあ、人間は28でプラス4ですよね。はい。で、まあ、一応28と40という数は普通ではないと。すなわち、ケミヤさんはエイリアンだ、イシュタールだというふうに結論付けていらっしゃいます。まあ、参考までに。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!